そっと召喚の構え。妖怪シュドパーティールーレットよ。君は？番外マリア。元気もりもりもりちゃんです。バンマニ上陸りっくんです。今日紹介するのはこちら、妖怪 S メダル妖怪一同おもてなしいたしますです。妖怪ウォッチより新しい妖怪 S メダルが登場しました。第1弾もあったけど、いやついに第2弾が登場したということでね、うん、いやテンション上がっちゃいますね。今回はどんなね妖怪たちがラインナップされてるか、うん、めちゃめちゃワクワクするよね。懐かしの妖怪たちがねちょっと収録されているらしいので、うんうん、そちらもねぜひ楽しみにしていてください。そして妖怪 S メダルとはスマートフォンと連動して遊ぶことができる妖怪メダルシリーズとなっています。妖怪メダランドだよね。はい。さらに僕が今つけているデラックス妖怪ウォッチゼロ式タイプ S と連動して遊ぶこともできるので、そちらも楽しみにしていてください。それでは早速やっていこう。バンバニラインナップは復刻絵柄が26種類と新規絵柄が2種類の全28となっています。レアリティは S レア2種、レア9種、ノーマル17種となっております。復刻絵柄をファンからしたら待望のラインナップだよね。いやそうですよね、うん、ちょっと僕の好きな一旦ごめんがね収録されているのが、いやむちゃくちゃ嬉しいんですよ。一旦ごめん好きなんだ。はい。いや音声良くないですか。あ、わかるわかる、うん、今回は28種類のどれかが1パックに2枚ずつ入っています。では早速開封していきますか、うん、どれか1パック取ってください。はい。鈴木姫ラインナップされてるんだね。そうなんですよ。鈴木姫欲しいな、うん、これにします。はい。僕はちょっとボックスの方からね一泊取ってみたいと思います。一番上のやつにします、うん、はい。開けます。はい、僕も開けます。おお、これ、あ、ちょっとお互いいいのが出た感じしますよね、はい、私はですね、なんと S レアの吹雪姫とノーマルの平石が出ました。いやー、吹雪姫本当に当てるとは、すごい強運ですね。ねえ、なんと吹雪姫は復刻絵柄になっていますね。懐かしいなって思う人も多いんじゃないでしょうか、うん、しかもレインボーゴールド発光しということで、きらびやかすぎませんこれ。あ、輝いてますね。めちゃめちゃ輝いてる。平石もね、雷でバチバチバチってなってる絵柄になっててかっこいいですよね。うわー、超嬉しい。はい、僕はノーマルの魔天使、そしてレアの土蜘蛛が出ました。早くも懐かしい気持ちになっちゃっています。この土蜘蛛は古典メダルなので赤いフレームになっているんです。そしてこの魔天使は Z メダルなので、このフレームの部分がクリアのグリーンになっているんです。この土蜘蛛はちょっと強力な妖怪だったので特に印象に残っています。かっこいいですよね。はい、では今僕とモニちゃんで当たったこの4枚の妖怪 S メダルを使ってスマートフォンと連動して妖怪メダルなどで遊んでいきたいと思います。バンマニでは登録していきます。妖怪 S メダルの裏面にある QR コードをスマートフォンで読み取って登録していきます。じゃあ早速やっていきます。じゃあ読み取っていきます。お、登録ができましたね。他の3枚も登録していきますか、うん、はい、こんな感じに登録することができます。読み込んだ妖怪 S メダルは妖怪大辞典に登録されているので、ちょっと実際に見ていきますか。はい、妖怪大辞典はこのようになっています。登録されてるかな、ちょっと見てみますか。種族が選べるんだね。そうですね、ここに種族の項目があるので、ちょっと吹雪姫見たいからプリチー族ちょっと押してみますか、うん、いるかな吹雪姫。はい、ちょっと探しましょう。お、あ、いたいた、いました。はい、登録されてるとこんな感じになるんですね。1枚0枚ってあって、うん、他のやつもラインナップが見れるようになってるんだね。そうなんです、半透明になってるんですよね。こうなってるとなんかたくさん集めたくなっちゃうよね。そうですね。次は豪傑族見てみようよ。はい、豪傑族を押して、平石いるかな。おー、どこかな。お、あ、いたいた、ました。登録されてますね。いいね、いいね。はい、さっき僕が出た土蜘蛛は不気味族ですね。不気味族だ。はい。お、いましたね。レアなとこにいました。魔天使は薄ら影なので、うん、薄ら影族を押して、いるかな、いるかな。お、いましたね。はい、こんな感じに登録されています。うん、登録したメダルは召喚音声を聞くことができるそうなので、ちょっと見てみましょうよ。え、
じゃあ吹雪姫がいいな。そうですね。じゃあ僕はですね、さっきやった土蜘蛛を使って、うん、ちょっと召喚音声聞いてみますか。うん、はい。じゃあまず吹雪姫聞こうよ。はい。貴族。じゃあ吹雪姫押してみます。はい。このように、おお、種族も書いてあったり、リアリティも書いてありますね。うん、妖怪ごとに説明も書いてありますね。ねえ、図鑑になってるから分かりやすいよね。うん。じゃあこの下にある召喚音を聞いてみますか。押します。わっ、メダルセットするところからなの？タップしようって書いてあるので、ちょっとタップしますね。ブリッジ召喚。ブリッジ、オレンジ友達フックワウチ。吹雪姫。おお、こんな感じに召喚音が聞けるんですね。うわー、やっぱりプリチー族の召喚音大好きだな。そうですね、やっぱ、うん、スマートフォンでも聞けるっていうのがいいですよね。ねー、何回も聞きたくなっちゃうわ。じゃあ次に土蜘蛛を聞いてみますか。はい、不気味族レア、早速召喚音聞いてみます、うん、いけ。おっと、召喚の構え。不気味召喚であります。土蜘蛛。おお、懐かしいですね。レトロっぽい音声になってるのがいいんだよね。ゼロ式といえばこの感じの音声ですから、うん、いや、いいですね。バンダイマニア。妖怪 S メダルを登録するとまだまだいいことがあるんです。妖怪 S メダルのレア度に応じてポイントが貯まります。その貯めたポイントで超レアなレジェンドメダルがゲットできるキャンペーンにチャレンジすることができます。復刻記念キャンペーン第2弾はすでに始まっているので、皆さんぜひぜひチャレンジしてみてください。今回第2弾の特典はイケメン犬です。わー、イケメン犬、いやー、欲しい。嬉しいですよね。懐かしなあの妖怪が超レアなレジェンドメダルとしてゲットすることができるので、皆さんお早めに応募してください。改めて妖怪メダルを見ていきます。はい、ここに28種類すべて並べました。うわ、すごい豪華なラインナップだ。そうですね、ちょっと気になるやついくつかピックアップしてもいいですか。はい、一つだけ輝きが違う、これ。おお、エスレアのアニバーサリーめでたいになります。おお、すげえ。ね、真ん中にドドーンと人気のツチノコパンダがいますね。うん、10周年アニバーサリーを記念しためでたいメダルになっているんです。背景に10っていう数字があるんだけど、その10っていう数字の中に妖怪たちがいっぱいね敷き詰められてるみたいな可愛いデザインになってますよ。さっき紹介した吹雪姫だったり、私が好きなこのグレルリンだったり、はい、あれ、ピンクが好きな妖怪もいるんじゃない？気づきました。ちょっと上の方にいるんですよ。一旦ごめん。ね、いるんだよね。いや、相変わらず笑ってますね。笑ってるね。豪華なレインボーゴールドの箱押しになっているので、ぜひ手に入れてみてください。こうやって傾けるといろいろな色に輝くんだね。うわ、これ本当にアニバーサリー感半端ないね。そして私がさっき引き当てました、吹雪姫。おお、相変わらず可愛いね。そうですね、こちらもエスレアの妖怪メダルになっているので、豪華なレインボーゴールドの白押しになってます。うわ、うわ、すごい。あ、この角度いいね。あー、いいね。当時の絵柄にさらにね、発光しを追加してむちゃくちゃ豪華になってるってのがいいよね。ね、懐かしいも味わえるし新しいも味わえるって最高だよね。うん、わ、やっぱり吹雪姫かわいい。はい、続いては僕がさっき当てた土蜘蛛です。いいね、かっこいい。かっこいいですよね、うん、この和風テイストのデザインっていうのがいいですよね。うん、まさに昔の妖怪っていう感じがしていいですよね。ね、土蜘蛛って漢字で書かれてるのもなんかまたおしゃれだポイントだよね。うん、しかもこの下の部分にさ、目のようなマークあるじゃん。うん、これがいいんですよ。不気味族ですからね。はい、こちらもレアなので、このように角度を変えても輝いていますね。続いてはレアのドンドロです。こちらの妖怪メダルは緑色のフレームになっているので Z メダルですね。うん、このクリアのところにさ、ラメが入ってるのもね、綺麗なんだよね。いや、Z メダルほんと綺麗ですよね。ね、綺麗。デザインもね、レアなので、はい、角度を変えるとこのように光っております。キラキラですね。キラキラ。
そしてこのドンドロは、あ、懐かしいですよね。あのゲームでも超強力な妖怪でしたよね、うん、それを思い出しますね。ドンドラの特徴的なお札もちゃんとね、うん、メダルで再現されています。うずら影って感じするもんね。そうですね、うん、そして今回も妖怪ゲームメダルがラインナップされてるんだね。はい、そうなんですよ。この前遊んだ時すっごい楽しくて、うん、この前はコマさんとじゃんけんしたんだ。はい、見てましたよ。ねえ、うん、これはどんなゲームになるんだろう。それはちょっと後でね、紹介するんで楽しみにしていてください。え、紹介できるの？いや、そうです。どんな遊びができるか楽しみ。バブリ、ここまで妖怪 S メダルを紹介していきましたが、ここからは、はい、僕が今手につけているデラックス妖怪ウォッチゼロ式タイプ S を使って遊んでいきたいと思います。うん、ついに来ましたね。はい、どれを連動させますか？そうですね。え、選んじゃっていいですか？もちろんですよ。あの、さっきもう絶対気になるって言ってた、あの妖怪ゲームメダルは、うん、もう絶対やってほしい。そうですね。あともう1枚くらいかな。はい、私、あの、うすら影やっぱ好きで、その中でも引きこもりが好きだから、引きこもりがいいかな。いいですね。うん、あの音声いいですよね。ねえ、うすら影。引きこもりってやつ。では、今回は引きこもりとゲームメダル種族ルーレットを使って遊んでいきたいと思います。次はゲームメダルを使って遊んでみます。今回のゲームメダルは種族ルーレット。このメダルではメダルをウォッチに入れた人が妖怪のどの種族なのか、ジバニャンがルーレットで決めてくれます。おー、勇ましい族だ。勇ましく生きよう。バンマニ、今日は妖怪 S メダル妖怪一同おもてなしいたしますを紹介しました。大量のね、妖怪メダルを紹介していきましたね。うん、妖怪メダルだけでもさ、もうずっと眺めていられるくらいさ、可愛いし、うん、かっこいいデザインになってるのはそうなんだけど、うん、やっぱ何より驚いたのは妖怪メダランドだね。確かに音声聞けるんだと思って、うん、これからたくさんパック開封して、うん、この妖怪大辞典全部コンプリート目指して、そしてゆくゆくはイケメン系をゲットします。そうですね、はい、ちょっと頑張りましょう。今日紹介したゲームメダルは、自分がさ、まるで妖怪になったっていう気分を味わえたのがさ、うん、めちゃくちゃ楽しかったね。ビッグはプリチー族だと思ってたから、まさかの勇ましい族だったから、勇ましい族ですよ。いろんなゲームメダルがあって楽しいですし、うん、しかも今回収録されている妖怪メダルは復刻が多いので、うん、懐かしい気分にもなれましたね。ね、懐かしい妖怪のお友達をたくさんね、召喚してみんなも遊んでほしいよね。うん、ちょっとこの後一旦ごめんスキャンしてたくさん遊んでみたいと思います。妖怪 S メダル妖怪一同おもてなしいたしますは現在発売中。また妖怪メダランドで妖怪 S メダルを読み込んでレジェンドメダルに応募できる妖怪ポイントで当てようキャンペーン第2弾イケメン犬カッコレジェンドメダルも現在開催中です。S メダルをゲットしたら、ぜひこちらもチャレンジしてみてください。アニメ妖怪ウォッチはテレビ東京系にて毎週金曜夕方6時25分から放送中。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。